はい、久々の服部号のゴーゴージャイアンツでございます。久しぶりになりました皆様。ちょっと我が家の都合でこの夜の照明でですね、ちょっといろんな声が聞こえておりますが、今日ジャイアンツコロナで大変な事態になってましたけど、久々の阪神戦3連敗しないでよかったということで乾杯。あの今日の試合はですね、なんていうか今年は非常に苦しい、ペナントレースになってますけど、ここからいかにどこを見ていくかということをちょっとお話しますね。まず今日の試合ではとにかく中田翔選手がのモチベーションがとてもいいなという感じがしますね。なんていうのかな、本当にチームの一員になってきたというか、先制タイムリーがありましたね。その構え、これ構えがですね、やっぱ柔らかくなってきましたよね。人間意識するって方、するなって方が無理なんですけど、やっぱりね、昨年巨人に入った時硬くなるのはしょうがないとしても、今年も硬かったですね。だけど1ヶ月か1ヶ月半ぐらい前からでしょうか、なんかバッティングが柔らかくなって、十分コンタクトに打っていって打てる選手ですから、そういうバッティング、そういう風に心がけてる感じがすごい出た右中間のタイムリーツーベースでしたね。でジャイアンツはやっぱりホームラン多いんだけど、やっぱり打線のタイムリー欠乏症っていうのがですね、昨年の終盤かなり連敗しましたね。その頃からあったわけですけど、解決してないなっていうのは、今日は打線が線になりました。やっとそのつながりをね、いかに確率的に多く、そういう場面が多くなっていくかならないかで全然変わってくるんで、そういう意味では、4連続タイムリーですか、が出た。その中でやっぱり中田翔選手が今は6番バッターとして、本来はね、クリーンアップの選手ですけど、ポイントゲッター的な貴重な役割をしています。のみならず中田翔選手の、これはもう皆さんがね、常々言ってるように、守備、柔らかい守備ですね。この、グラブさばきがね、とにかく、まあ、5点入っていたとはいえ、バント処理の場面がありました。今日3つ中田翔選手のいい場面がありました。送りバントの場面で前にチャージしてきて、すぐもう取ってサードに投げてっていう、その守りのリズムがとても良かったですね。それで、また吉川尚輝選手が守備範囲広いからギリギリのショートバウンドのグローブの取り方、これちょっと右左逆だけど、こういうやつを、やっぱグラブさ、ミットですけどね、ファーストミットさばきが柔らかい。あれで山崎伊織投手が本当に助かったって顔をしてたんですね。そういうことで、ゲームが作られていく。重信選手のファインプレー、ジャンプしてライトで取ったのもありました。そういうことでやっぱりですね、これには絆って書いたんですけど、何年も前のですけど、それ打線のつながり、チームのみんなのプレーのつながり、それがジャイアンツには今年ちょっと欠けていたと思うんですね。そういうものがどうすれば生まれるのかっていうのが出た今日のゲームですね。だからこれが1試合とかじゃなくて、続いていくことが大事で、それでいて本当に山崎伊織投手は、なんていうのかな、非常に桑田真澄投手コーチのに重なる部分がちょっとあるピッチャーで、まな弟子っていうような印象を僕は持ってます。それで今日のね、8回、まあ、その手術明けのシーズンということで8回で、0点でマウンドを降りましたけど、8回0点っていうのは初めて8イニングを投げて、それで戸郷投手にね、菅野選手が今いろいろ試行錯誤してる時期に入ってますけど、年数が長くなってきて、でも戸郷、菅野投手がね、本当に柱になって10勝の壁がありますけど、その中で今日の試合というのは山崎伊織投手が
戸郷投手に続く柱になるかどうかっていう試合だったと思うんですね。そういう意味で、山崎伊織投手は変化球もシュートも効果的に使ってますし、スライダーですかカーブですか落ちる球もあります。そして、その幅の中で勝負する上で今日の無四球、8イニングながら無四球、コントロール制球力っていうテーマはそれがあればある程度はもう本当に抑えられるでしょうから、そういう意味でですね、非常に、今日は期待したいピッチングでした。ちなみにバッティングがやたらいいところも、まあ、左打ちは違いますけど、桑田真澄投手もねバッティング良かったですからね、重なります。あと最後の方に代打でホームラン打った増田陸選手、今年人生を変えたいという決意に臨んでる中田翔選手がファーストにいるからなかなか出れないけど、本当ね同じモチベーションでよく頑張ってホームランを打ってるなと思う、素晴らしいホームランでした。7点目だったかな。それにしても、本当に応援してますし、彼の中には巨人の星が前も言ったように光ってます。それで、増田陸選手はね、僕はねやっぱりね中田翔選手がねいいモチベーションでやってますから、ファーストで、まあ、来年の話をすると、なんだか笑う、何かが笑うというかあれですはありますが、外野もねやっぱり今年はもうあれですけど、外野も視野に入れた方が僕はいいんじゃないかなって思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。ライト、レフトできれば、まあ、来年のキャンプの時間かけてライトも守れるような選手になった方が出番が来年より増えるっていう可能性が出てきますね。そういうことも考えています。とにかくジャイアンツは今は本当に昨年以上に苦しい状況のペナントレースですけど、とにかく希望を人それぞれというか、どんな時にも希望を見出すってことがすごい大事で、その日の今日の山崎伊織投手、増田陸選手、中田翔選手、特に若い選手の希望ですね、光ですね、そして場面場面の光を見出していく、その場面場面の輝きをつないでいくゲームを作っていく、そのことによってまずは借金返済5割を目指す、まずはそこでいいと思うんですよね、今年はね。そういう中で希望をの選手や希望の場面を見出していきたいと思います。今日はやや長めでしたけど、はい、期待します。今日は勝ってよかった。ゴーゴージャイアンツイエイ。